こんにちは、ま、なぶです。今回は、中上級者向け月100万円を稼ぐ方法、論理的なビジネス講座です。こういったテーマでお話をしていきます。で、最初にちょっと背景のお話をしようと思うんですけど、僕の今後のチャンネル運用に関して、まあ、この YouTube のチャンネルですね。で、これに関して、え、っと、チャンネル登録もそんな伸ばさないでいいんじゃないかなと思っていて、なんでかっていうと、まあ、ここのツイートの通りなんですけど、えっと、チャンネル登録を伸ばすことを放棄するとネタが増える。というのも本当は出したいけど、これ難易度高いから伸びないよなとお蔵入りした動画多かったんですよね。しかしか 宏观。 えっと、気にせずに出していきますので、えっと、講義動画も増やします。大きめな手こ入れですっていう感じで。まあ、それが、えっと、今回の動画第1弾なんですけど、あの、まあ、内容にもある通り、月100万って結構金額が大きくて、まあ、ぶっちゃけその YouTube の仕組み的に、月5万稼ぐ方法の方が伸びるんですよ。まあ、ただ、ここをあえてもう無視して月100万をもう超論理的に解説しようと思います。で、今回の動画、えっと、閲覧するメリットですね。月100万の収益が、えっと、夢から、えっと、到達可能な目標ですね。ここまでこう置き換えることができ あと、えっと、これ超朗報なんですけど現状で月収50万ぐらいの人もしこの動画を聞いてるんだったらもうめっちゃラッキーですもうすぐ倍増できます。 で、それ、あの、中央って解説していくので、あの、ぜひ見てください。で、あとは、えっと、既存スキルを拡張することで収入って増やすことできるんですね。で、これ多分気づいてないから結構多いので、まあ、そこも解説していきます。で、一応、えっと、動画の信頼性ですね。僕、フリーランス歴7年ほどで、現在が年初1から2億ぐらいで、えっと、2019年だと、えっと、ちょうど売上一1億くらいで、で、利益が8300万とかかな。で、これ、えっと、一人で行けたんですね。で、えっと、2020年、今年だと、ま、多分1、2億ぐらいの、えっと、利益になると思います。で あとクライアントワーク歴も長くても、えっともとエンジニア歴が34年ぐらいかなあとは SEO のコンサルティングとかっていう、まあ、そういったあの今だとまあブログで稼いだりとか YouTube で稼ぐっていう、まあ、基本的にそのクライアント、まあ、対企業がいない働き方なんですけど昔はその企業さんと一緒にまあなんだ一緒にお仕事してましたっていう、まあ、そういった状況ですね。 という感じで、まあ、今回始めていくんですけど、動画の目次3本立て。で、1つ目が、えっと、月100万を稼ぐには2つのポイント理解が必須。で、2つ目っていうのが、収入の8割は結局のところ営業力で決まる。で、一番最後は既存スキルを拡張すると収入が増え,増えていく事例ですね。で、これ解説していきます。で、まず1つ目、えっと、月100万稼ぐには、えっと、2つのポイントがすごい重要なんですけど、まず1つ目、分解。で、続いて、仕組み化ですね。で、これちょっと順番に解説をしていきます。まず分解からですね。 でまず一つ目ですね。これ、えっと、月収100万っていうのをこれ分解していった方がよくて、これ言ってしまうと月収1000万とかも全く一緒なんですね。な、ま、ん、あ、から月収100万とか超えると、まあ、ぶっちゃけ200万、300万とか行きやすいんですよ。なんでかっていうと、こういった分解する思考が身につくからですね。じゃあ100万の場合どうやって分解するかっていうと、100万円の商品っていうのを1人に売る。もしくは50万円の商品を2人、35万の商品を3人、20万を5人とか。 あとは10万を10人とか、3万円の商品を35人とか、もしくは1万円の商品を100人に売るとか。まあ、これ達成できたら月収100万じゃないですか。でこういった感じで分解していくんですね。でプラスアルファで、あの自分がその今頑張っている領域がどこかっていうので、まあ、それによってこう最適化が変わってくるわけですね。まあ、だから、えっと、このあたりっていうのを考えていくべきです。でその際に、あのこのスライドの後で実例を出していくんですけど、僕の場合だと、えっと、今回動画編集とプログラミング、まあ、これを例にしました。まあ、ただこの動画 見てる方でいや自分はないんかそういう方だったら、まあ、デザイナー以外でもそうなんですけどそういった場合であの、まあ、プログラミングと動画編集以外の領域で100万を目指したい方はここに書いたんですけどあの資料請求で調査するっていうのがすごいおすすめです。 で、この資料請求で調査するってどういうことかっていうと、あの、世の中にまあいろんな会社あるじゃないですか。で、そういった会社に、あの、まあ、資料請求しちゃうんですね。お仕事お願いしたいですみたいな。例えば、えっと、これから Web デザインで稼いでいきたい人だったら、あの、ウェブデザイン系の会社にこう自分で資料請求して、そこからの,その営業資料とかをもらうんですね。で、その営業資料を見れば、その価格設定とかわかるじゃないですか。で、その価格設定っていうのが、その業界で適切な価格設定である場合が、あの、結構多いんですね。 まあだからそういった感じでいろんな会社に資料請求をしてそこから勉強しましょう。で今回はえっとプログラミングと動画編集ですねこれを例にしてやっていきますね。 で、えっと、じゃあ僕が考える最適解、こちらですね。えっと、35万円を3件受ける。これがウェブ制作の最適解。もしくは、えっと、20万円を5件にする。これがウェブ制作の最適解。まあ、このあたりを達成すると、Web 制作で、えっと、月100万ぐらい稼ぎます。これ、もう超事実です。で、プラスで、えっと、3万円の、えっと、35件ですね。これが、えっと、動画編集。まあ、もしくは一応、ブログも可能ですね。で、あとは1万円を100件売る。まあ、これもブログとかですね。で、こんな感じで、あの、分解をしていくことが大切です。 でえっと、じゃあここまで聞いた方であ多分まあ視聴者さんとしては、まあ、なんとなくまあその分解が大切なんだなって多分今分かったじゃないですか。でプラスアルファで多分疑問が出てくると思うんですね。 で一つ目が、えっと、じゃあ、その単価で仕事を取れんのかなみたいな。じゃあ、プログラミングの、例えば Web 制作で30万でそんな仕事を取れんのかなみたいな。まあ、そういう心配が一つありますよね。で、プラスアルファで、例えば、じゃあ、20万のサイトを毎月5個作るってなった時に、いや、サイト毎月5個も作るのめっちゃ大変そうだな、みたいな。仕事量めっちゃ多いな、みたいな。まあ、多分そういう疑問も出てきますよね。だから、このあたりっていうのを、これ、 からの、えっと、次のスライドですね。解説をしていきますで。まず仕事量の話からしていこうと思います。まずこの20万でサイト5個作るとかしんどそうだな、みたいな。ここを解決していきますね。 というわけで続いてなんですけど、まあ、ただ一点だけちょっと注意点とか補足があって、ブログの場合はこの先の仕組み化の話は不要なんですね。だからブロガーの方っていうのはこの先の話では別になくても大丈夫です。まあ、ただ分かっていた方が絶対そのビジネスの知識的にこの有利になれるので、まあ多分覚えておいた方がいいと思います。というわけで進んでいくと、 えっと、続いて仕組み化パートですね。まあ、仕組み化ってま、よく聞くじゃないですか。なので、この仕組み化のやり方ですね。これを僕の方で、あの、解説をしていきます。じゃ仕組み化どうやってやるかっていうと、これ結論へとマクドナルド方式ですね。これでやるのがすごいです。で、あの、マクドナルドってすごい、あの、裏側すごい、なんていうんですか。 こう分けられてるじゃないですか。で、注文取る人、パンを焼く人、ポテトを焼く人、あと、えっと、パンを焼いた人から、そのパンっていうのがこう、シャッってこう、流れていって、で、それでこう、パンを組み立てていく人、で、組み立てていってハンバーガー出来上がるじゃないですか。出来上がったら今度、ラッピング担当の人とかがいて、で、最後、えっと、お客さんに渡す人みたいな、まあ、めちゃくちゃこう、細分化されてますよね。 で、これが、えっと、仕組み化なんですね。で、このマクドナルド方式って、もうめちゃくちゃ、あの、勉強になるというか、もうビジネスですごい参考になると思います。じゃあ、えっと、ウェブ制作を仕組み化する場合、まあ、どうやって仕組み化をしていくかっていうと、まあ、これシンプルですよね。営業マンとディレクターとエンジニアとデザイナー。まあ、この4人に分かれて、それぞれの仕事っていうのをこなしていく。まあ、こんな感じですね。 で、続いて、えっ、ー、と、じゃあ、動画編集を仕組み化する場合ですね。で、これも簡単なんですけど、営業と、あと、ディレクターと編集者。まあ、こんな感じで、こう、仕組みを作っていけばいいんですね。じゃあ、さらに、えっ、ー、と、収益配分の話まで進んでいくんですけど、じゃあ、ウェブ制作で、じゃあ、さっきその35万ぐらいの案件を取ると、まあ、月収100万いきますよ、みたいな話をしたじゃないですか。じゃあ、35万で、じゃあ、仮に、こう、受注をした場合ですね。まあ、これ仮に20万の案件とかでも、30万とかの案件でも、あの、この、 収益配分の割合を変えていけばいいので基本的に一緒ですね。で僕の場合は、えっと、現役エンジニアの時に、まあ、35万ぐらいで受注することが多かったんですね。だからこういう、えっと、収益配分でやってました。 で、まず、えっと、営業の方ですね。仕事を持ってきてくれる方に対しては、えっと、8万円を支払います。で、ディレクターですね。で、基本的に僕はディレクターをやっていたんですけど、ディレクター一番多いですね。13万もらってました。で、エンジニアとデザイナーが7万ずつっていう感じで、じゃそれぞれの仕事の内訳どんな感じかっていうと、まあ、営業の人っていうのは、いわゆるまあ、フロントっていう感じですね。で、お客さんとこう、ディレーションを取りながら、まあ、例えばその最初のアポ取ったりとか、あと提案しに行ったりとか、まあ、納品しに行くみたいな。 で、じゃあ、ディレクターは何をするかっていうと、その、納品物の品質管理とか、まあ、数管理ですね。ちゃんといいサイトを作るとか。あとは、えっと、ちゃんと納期通りに作るとか。で、その際にエンジニアとかデザイナーに、こう、指示出しとか修正依頼もしないといけないんですけど、それ全部ディレクターの仕事っていう感じですね。で、これが、えっと、ウェブ制作、まあ、プログラミングとかの例です。で、続いて、じゃあ、動画編集の場合どうするかっていうと、例えば、えっと、YouTube の動画編集案件を一つ3万で取った場合っていうのは、まあ、どういうふうに収益を分配していくか。 営業マン8000円、ディレクター1万5000円、編集者7000円。まあ、こんな感じですね。基本的に、まあえっと、営業マンとか、えっと、ディレクターって方ですね。まあ、こういった方の方が、あの、収益の配分は大きくなり、なることが、えっと、大半です。で、なんでかっていうと、やっぱりその、まあ、これは結構そのパワーバランスによって、その、 組織とかによっても変わってくるんですけどやっぱりその営業の人ってやっぱ仕事を取ってくるので、まあ、そこで価値高いじゃないですかそもそも仕事を取れなかったらもう収益ゼロなのでっのとかあとディレクターっていうのは結局その納品物の最終的な責任を取る人っていうのはまあこのディレクターだったりもするので、まあ、だからその点で高いっていう、まあ、だからえっとこの辺りであの収益配分を決めていくのがいいんじゃないかなと思います。 という感じですね。で、ここまで大丈夫そうです、そうですかね。まあ、結構僕バーって早めに解説しちゃってるんですけど、じゃあ続いてじゃあ視聴者さんの声っていうのを予想すると、あの、今、この、 二つ目の場所、二十万でサイト5個とか、まあ、仕事量多いなって場所を、えっと、説明したじゃないですか。で、この仕事量の多さっていうのは、マクドナルド方式でこう、ガチャンガチャンってこう、仕組み化してこう、仕切っていけば、そしたら自分の仕事を減らせますよね。だからこれで、あの、何ていうんですか、こう、最適化していくんですね。そうするといっぱい仕事こなせるようになるんですよ。だからこう、解決したじゃないですか。で、続いて、じゃあその単価で仕事を取れるかなっていう。二十万でサイト制作受注できるかなとか、動画編集三万で取れるかなとか、 まあこの辺多分すごい心配じゃないですか。だからここをちょっと次解説していきますね。でじゃあ、えっと、高単価で受注する方法ですね。 で、もう一回、えっと、振り返っていくと、月収100万の目安としては、例えばじゃあ35万の、えっと、案件を3件取る。そうすると、ウェブ制作で100万いきます。もしくはこれ20万5件とかでもいいんですけど、まあ、僕は大体20万から、えっと、35万ぐらいですね。これぐらいのレンジでいつも受注していました。結構最適解だと思います。で、動画編集に関しては、まあ多分3万円ぐらい取れれば月収100万ラインかなと思います。 で、じゃあどうやって学ぶか。もうこれ赤文字で書いている通りなんですけど、稼いでる会社から学ぶ。もうこれがベスト。めちゃくちゃシンプルですね。じゃあ稼いでる会社ってどうやって調べるかっていうと、まあその業界で働いてたらなんとなくその有名な会社わかるじゃないですか。で、有名な会社っていうのは基本的に付加価値を持ってるんですね。で、付加価値って何かっていうと、じゃあ例えばウェブ制作を例にします。で、えっと、これリグっていう会社さんなんですけど、これ、えっと、あのウェブ制作会社ですね。で、この会社っていうのは、あの、なんでその、 なんだ高く受注できるかっていうと、まあ、結構多分一件あたり、まあ、サイト制作だけでも100万とか200万とか多分それぐらいで受注していると思うんですねじゃあなんでそんなにあの高い高いのかっていうと、まあ、それが、まあ、この会社っていうのはこのサイトとかを持っていてでそれでそのマーケティング力を持っていたりするんですね、まあ、だからそのウェブ制作×マーケティングみたいな、まあ、そういったところで強みを持っている、まあ、だから単価を上げることができるこういった感じであのなんて言うんですかね まあスキルをこう,うまく掛け合わせることによって付加価値を作っていけるんですね。でどうやって付加価値を作るかっていうと、まあ、先ほどもう一つの前に資料に戻るんですけど稼いでる会社から学ぶっていう感じです。その何でもいいからスキルを掛け合わせればいいんじゃなくてうまく掛け合わせることによってそこの何て言うんですかねあのその相手の企業のニーズにこうめっちゃハマる場所っていうところで掛け合わせるのがいいんですね。Web 制作でいうとマーケティングってすごい相性いいんですよ。だからそこで稼げるようになったりします。 で、続いて、じゃあ、動画編集の場合は、えっと、これ、じゃあ、ワンメディア株式会社って場所を取り上げようと思うんですけど、これ、あの、結構有名な会社で、皆さん知ってますかね。で、この会社とかも、あの、じゃあ、なんで、ここ多分結構稼いでるんですね、今。で、なんでそうやって稼いでるかっていうと、まず一つの、あの、理由として、まあ、社長が、まあ、結構有名。で、社長の写真あるかなえっと、出てないかもしれないんですけど、まあ、すごい論家の方なんですね。で、それ、あの、本とかも出してるんですけど、 ま、それで、あ、この方ですね。で、アカシガクトさんって方かな。で、まあ、あの、この方が、あの、本とかを出しているから、その本を出すことによって、まあ、会社の、ま、ブランディングになってますよね。で、プラスアルファで、この会社っていうのは結構、その、多分、マーケティングキャンペーンとかも上手いんですね。まあ、だから、それで付加価値がある。だから、結局、その、 もっと高く受注したいなっていうふうに、まあ、そういうふうに思うだけじゃダメで、どういう価値をプラスアルファしたら、こう、月100万いけるだろう、もっと単価上げれるだろうっていう、まあそこを考えないといけないんですね。で、その際に、まあ基本的にそのマーケティングっていうスキルっていうのを、こう、プラスアルファで追加してあげると、まあそうすると、その受注単価上げれる可能性がかなり高いです。で、なんでかっていうと、マーケティングって売り上げに直結する場所なんですよ。で、全ての経営者っていうのは絶対に売り上げを上げたいって,っても100%思ってます。まあだから、ウェブ制作 をこう売っていく際にサイト作れますよっていうふうに売るんじゃなくてサイト作って売り上げ上げれますよっていうとそうするとまあ経営者はあマジでみたいなちょっと話聞かせてよってうはこうなるわけですねで動画編集も一緒です例えばあの今 YouTube 流行ってるんで YouTube やりませんかみたいな動画編集できますよみたいなこう言っても大半の人っていうのはあそうなんだみたいないやでも自分はそんな YouTube わかんないからなみたいなこうなっちゃうんですけど例えばじゃあマーケティングのスキルがあったとして、まあ、最近 YouTube 流行ってるんですけど今 YouTube チャンネル作るると会社の売上上がるんですよみたいな、まあ、こういう言い方をすると大体の経営者っていうのは、え、マジでみたいな。え、始めようかなみたいな。ちょっとやり方教えてよみたいな。一旦ご飯行こうみたいな。まあ、こういう感じになるわけですね。で、こういうことができるようになると、まあ、月収100万っていうのがかなり見えてくるっていう感じです。で、あと、えっと、ここ一番最初ですね。あの いやすみません。ちょっと書き間違いがありましたね。えっと、マーケターと組めばいいっていうところで、あの、今僕の話を聞いた方では、あ、そういうことかみたいな。じゃあ、ウェブ制作勉強した後にマーケティング勉強すればいいのかっていう。まあ、それ全然 OK だと思います。僕はそうしてきました。まあ、ただ、あの、すべて一緒に勉強していくと時間かかってしまうので、まあ、だったらそのマーケターの人と組むっていうのも一つの手ですよね。 じゃあ、えっと、どうやってマーケターを探しますかマーケターって、まあ、世の中にまあいっぱいいるわけですよ。まあ、ただ、あの、まあ、ピン系だったりするので、そこはよくあの調べた方がいいんですけど、調べるというか、その人のまあ実績とか見せてもらった方がいいです。じゃあ、どうやって探すかっていうと、まあ、基本も SNS でいいと思います。で、ツイッターでマーケターとかで検索すれば、あの、全然いくらでもいろんな人出てきますね。まあ、ただ、この際に、あの、一つ注意点があるので、ここ聞いておいてください。 で、それ何かっていうと、えっと、マーケターを探す前にやるべきことですね。やるべき手順ですね。で、まず手順の1として、これすごい重要なんですけど、まずは仕事を取れるようになるって、まあ、これがすごい重要で、で、なんでかっていうと、あの、仕事を取る前に、まあ、人を集めてしまうと、そうするともう結局、なんか集まったのに仕事ないみたいな、で、どうするみたいな感じになっちゃうんですね。で、まあ、結構ぐだってしまったりもするので、まあ、だから僕が思うに、まあ、最初はその仕事を取れる状態っていうのを作るのはすごい重要です。で、続いて、えっと、手順の2ですね。お客さんからマーケの2。 水を聞き出すでこれどういうことかっていうと、例えばじゃあ、えっと、ウェブ制作で攻めていくとして、で、ウェブ制作で、あの、お客さんとこう、仕事をしていくじゃないですか。で、サイト納品しました。で、納品した後に、まあ、基本的にサイト制作とかって、まあ、作って終わりじゃないんですよね。作って、その後に、じゃあ、公式サイトでこう、ブログを運営していくとか、まあ、そこにこう、お客さんのアクセスをこう集めていくっていう、ま、あそういうことが必要なわけですね。で、そういったのを、その納品した後に、その人に聞いてみるんですね。そういえば、なんか、あの、ブログとか書いていかないんですかとか、なんか あのサイトをこの後どうやってて運用しいいく感じですかみたいな、まあ、そういうのをあの仕事をしながら、まあ、コミュニケーションしていくわけですね。でコミュニケーションをしていくと相手からその必要なニーズっていうのを聞き出せるじゃないですか。例えばその相手の社長さんとかがあ実はなんかブログとかを運営しあの発信していきたいんだけど、まあ、あんま時間なくてなみたいな,なんかそういうことを言っていたら、まあ、そしたらあじゃあなんか最適なライターをご紹介しましょうかみたいな、まあ、こういう提案もできるわけじゃないですか。 でそうなってくると、まあ、社長さんも嬉しいし、まあ、ライターを紹介することによって、まあ、自分がそこでまた新たな収入って作れる可能性もあるわけじゃないですか。だからこれがすごい重要ですね。でそこで、 続いて手順3なんですけど、まあ、このタイミングでそこに合致したマーケターを探す。まあ、例えばその社長さんがブログを書きたい。でも、えっと、その社長さんあんまり時間がない。まあ、だから、その社長さんがそのブログの骨格は書くけど、なんか綺麗にこう文章にしてくれるライターを探してるみたいな。で、プラスアルファでそのライターがちょっと SEO とかに詳しい方がいいみたいな。まあこういう状況だった時に、まあそのタイミングでその SNS とかでこうリサーチをかけていくわけですね。で、それでいい感じの人が見つかったら、まあそこで一回組んで、でそれで で、まあ、もしお互いにこう納得をしたら今後もそう一緒にチームとしてやっていけばいいじゃないですか。まあ、だから最初あの仕事ありきで始めた方が僕はいいと思います。 で、あのプラスアルファであの仕事取れない人がやっぱ大半なんですね。世の中のフリーランス。あのツイッターとか見てるとまあフリーランスって書いてる人いっぱいいると思うんですけど、まあ、こんなこと言うとちょっと毒舌で怒られちゃうかもしれないんですけど、ぶっちゃけ大半のフリーランスってほとんど食えてなかったりするんですよ。あの食えてないというか、まあ、最低限お金があったとしても、あんまこう売り上げはずっと停滞みたいなで。なんでそうなってしまうかっていうと、まあ、結局やっぱ仕事が取れないからなんですね。だから仕事取れるとまあすごい強いですよっていう話ですね。 で、仕事取れるよっていうのが、まあ強いって話をしたので、まあそのままこ、 次のパートに進んでいくんですけど、これ2番目のチャプターですね。収入の8割っていうのは結局のところは営業力で決まる。で、これ、あの、僕の友人の例。まあ、これちょっと、まあ、あの、なんていうんですか、やりすぎというか、まあ、典型的な例かもしれないんですけど、あの、IT 企業経営している友人ですね。で、この友人、まあ、何がすごいかっていうと、まあ、飲み会のパフォーマンスですね。で、まあ、こういうことを YouTube であんま言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、あの、まあ、この友人とは、まあ、フィリピンのセブ島であったんですけど、まあ、飲むと、まあ、結構脱いだりするわけですね。で、脱いでなんかめっちゃ楽しいんですよ。 で周りを全員楽しませるめっちゃなんか誰とでも超仲良しみたいな経営者とかとも一瞬でこう仲良くなれるみたいな、まあ、その誰とでも仲良しになれる才能を持ってるんですね。 で、この友人は、じゃあ、どの業界で稼いでるかっていうと、まあ、IT 企業なんですけど、その中のウェブ制作、その中の、えっと、芸能系なんですね。で、芸能系って、やっぱその、コネが結構強かったりするらしくて、まあ、僕はそっち方面やってないんで分かんないんですけど、まあ、友人曰くですね。だからそういった飲み会の最強のパフォーマンスでもう、マックス、こう、超仲良しみたいになりますよね。で、仲良しになって、まあ、コネが最も効いてる芸能業界で稼いでいくっていう、まあ、めちゃくちゃその、まあ、賢いなって思いますね。 やり方とかですね、まあ、だからこういったその営業力まあ誰とでも仲良くなれるってもすごい強い営業力だと思いますまあとはいえなんですけどやっぱり勉強しようっていうのが僕の意見でなんで,でかっていうとあのノースキルの人はやっぱ誰もついていいてかないんですねで僕の先ほどの,あの飲み会で脱ぐ友達っていうのはあのまあぶっちゃけ結構ノースキルかもしれないんですけど何て言うんですかね、まあ、行動力あったりするわけですよあとはもう天才的に誰とでも仲良くなれるっていう、まあ、そんな人あんまりいないので。 で、結局、ま、ノースキーだと誰もついていかなくて、で、あの、まあ、よくは、よくある話として、なんか、最初に仲間を集めるのもありですよ、みたいな。まあ、なんか、ワンピースに例えられて、まあ、ルフィって別にそんなに何もできないけど、俺は海賊王になるみたいな感じで、最初にこう仲間を集めたわけじゃないですか。だからそれとビジネスも一緒で、最初仲間から集めていきましょう、みたいな、そういう意見もあるんですけど、まあ、とはいえ、やっぱルフィもあの腕が伸びるっていう、ま、こういうスキル一個あるわけじゃないですか。 で、あの、もし仮に腕の伸びないルフィが、俺が海賊王になるって言ったら、まあ多分なんか3時とかでしたっけ、まあ、僕、ワンピース見てないかわかんないんですけど、あの、ああいう人たちついていかないですよね。 まだから最低限やっぱり一つは必要なんじゃないかなと思っていて、まあ、つまりスタート地点はやはりスキル取得。で、プラスあの仕事を取れるようになるとかなり強いっていうところですね。だからあの繰り返しなんですけど、まず勉強しましょう。勉強した後にプラス仕事が取れるようになる。で、仕事を取るじゃないですか。取った後にお客さんからニーズを聞き,き出すんですねで。それでマーケターがいたらもっと売上り上げ上がると思ったら、そこでマーケターをリクルートしていく、採用していく、SNS を探していく。まあ、この手順がまあめちゃくちゃいいと思います。 って感じですね。以上があのビジネスのまあ基本的な伸ばし方というか、フリーランスとしてこう収入を伸ばしていく話なんですけど、これ知らない人多いと思うんですけど、あの3つ目ですね、ここから3番のチャプターで、えっと、既存スキルっていうのを拡張すると収入めっちゃ増えていくんですね。例えばえっとブログで月5万達成、もしくは YouTube チャンネル登録5万人を達成、まあ、これぐらい達成できたらぶっちゃけ月収100万で余裕で超えれるんですよ。 でも、ここ聞いた方って、まあ、多分、いや、そんなバカなって思うじゃないですか。嘘だろうって思うじゃないですか。でも、全然、あの、そんなことないです。あの、固定観念を本当に捨てた方がいいです。これぐらいで本当にいけるんですね。じゃあ、どういう仕組みかっていうと、えっと、拡張していくんですね。例えば、えっと、ブログで月5万稼ぎました。ってなったら、それ、SEO コンサルでできるんですよ。 なんでかっていうと、あの、僕自身も最初ブログで月5万ぐらい稼げるようになったんですね。でそこから SEO コンサル始めて、で、そうすると、あの、最初起業した時なんですけど、1社で、えっと、一番いい時で月80万かっていう受注しましたね。で、プラスで、その時もう1社やってたんで、まあ、それでも会社の売上月100万以上とか言ってたんですよ。だから、その当時僕が持ってたスキルっていうのは、ブログで月5万。 ま、もしあの、それ以外にも、えっと、正確にはリスティング広告の運用経験があるっていう、まあ、こうそういう細かいのもあったんですけど、まあ、ただ、あの、一番コアスキルの SEO、まあ、全然しょぼかったんですけど、それでもやっぱ仕事取れるんですよ。だから、あの、月100万全然目指せ、目指すことができてで、あとは、えっと、チャンネル登録5万とかだったら、まあ、これは、えっと、動画のマーケティングコンサルですね。これも全然いけると思います。 でも大半の人っていうのは、いや、自分のそんなスキル足りないしな、みたいな感じで躊躇しちゃうので、やっぱりその踏み出せていないっていう感じですね。じゃあビジネス的にどういう単価イメージかっていうと、えっと、月20万から30万っていう、えっと、案件を、えっと、3から4社ぐらい取れば OK ですね。で、これで全然いけると思います。で、一番最初の実績は本当繰り返しなんですけど、ブログで月5万とか、YouTube チャンネル登録月5万とか、これでも全然本当にいけます。 じゃあ続いて拡張レベルにですね、あのビジネス一つ成果出したらそこからこう順序順序立ててこう拡張していけるんですよ。 じゃあ、ブログの場合、ブログで月5万。その後、SEO コンサルとして拡張。で、その後に、えっと、記事受注ですね。あの、SEO コンサルの仕事っていうのは、まあ、基本的にその、まあ、こういうふうにサイトを運営していくと、あの、もっとうまくいきますよっていう、まあ、そういうアドバイスだけの場合が多いんですね。でも、それだけじゃなくて、あの、記事とかもどんどんこっちで作りますよみたいなことを言うと、そうすると喜んでくれる会社も多いので、そうするとまた単価上げれるわけですよ。 っていうのとか、あとは、えっと、じゃあ YouTube チャンネル登録5万。で、その後に、えっと、動画のマーケティングコンサルやりますよね。で、それだけじゃなくて、編集っていうのも受注していきます。あの、動画のマーケティングコンサル,コンサルっていうのも、まあ、コンサルっていうのは基本的にそのアドバイスのみっていう仕事が大半なんですけど、まあ、それだけじゃなくて、自分の方でもっとそのマーケティング効果のある編集できますよみたいな、そういう感じで、もう、 動画編集も受注しちゃうんですね。っていう感じで、で大切なことってないうのは、えっと強みから仕事拡張していくことですね。で、それで、えっと、単価イメージとしては月30万から50万。これを、えっと、3から4社ぐらいですね。こうするともう月収100万全然。もしくは200万とかいきますよね。で、僕がえっと、SEO コンサルやってた時代っていうのはまさにこれぐらいでした。えっと、ブログで一番最初の成果月5万ぐらい。てか、あれですね。僕、SEO コンサルの前世紀の時、結局ブログ月5万の成果で、 それで、えっと、年収3000万ぐらいか、まあ、それぐらいまで多分いったので、だから僕は本当にこの、この一番上、ブログで月5万 SEO コンサル記事受注、まあ、これをバーって回していって、あとは、えっと、あ、プラスで僕の場合はウェブ制作か、まあ、そっちの方も取っていたので、そのプラスで年収3000万まで行けましたね。 だからあのこういった感じで拡張していくのがすごい大切なんですね。で続いて、じゃあ拡張レベル3までいきますね。じゃあブログで月5万円じゃないですか。で、SEO コンサル。で、記事受注します。で、プラスアルファで広告運用までするんですね。で、どういうことかっていうと、えっと、SEO コンサルとかをしていくと、まあ、どのキーワードで、こう、なんだ、Google でこう上位表示させると売上が上がるっていうのがまあ結構分かってくるわけですね。そしたらその、そこで SEO を狙いながらも、プラスで、例えばリスティング広告で同じ。 キーワーワドを狙って出しちゃう。まあ、こういういここともでできるわけですね。これ多分あのマーケティングあんま知らない方だったらちょっとハテナになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、SEO とそのリスティング広告ってすごいまあ親和性高いんですよ。で広告引用も一緒に受注しちゃうっていう感じとかもしくはえっとチャンネル登録5万ですで動画マーケティングを受注しますその後に編集も受注しちゃってあとはえっとウェブ CM の作成みたいなそういうのも受注しちゃうみたいな。 っていう感じで、あの、動画の、なんていうんですか、マーケティングをこう、まるっとこう、受注しちゃう感じですね。で、こういうふうにやると、あの、なんていうんですかね、もうこのレベルだと、正直も中小企業レベルですね。で、あの、単価イメージとしては、月50万から80万。で、これ、あの、もう中小企業レベルだと、例えば50万で、なんか、なんだ、100社とかっていう、まあ、こういうのもできるわけですね。でも、その際には、えっと、一番下に書いてあるんですけど、ここからえっと、組織化が必須なんですね。 どういうことかっていうと、やっぱりその拡張レベル2ぐらい、まあ年収1000万、2000万、3000万ぐらいかな。これぐらいまでっていうのは、まあ結構こうフリーランスとして一人でもこうガツガツギリギリいけるレベルなんですよ。本当にギリギリですね。あの、なん,んですか、うまくこのマク,ダマクドナルド方式でこう仕組み化をしていってやれば、本当ここギリギリでいけます。2 3000万。 まあただ、拡張レベル3の、あの、何ていうんですか、年収とかで言うと、まあ、5000万、6000万、7000万とかですかね、これぐらいの規模になってくると、やっぱりそのフリーランスだと結構しんどかったりするので、やっぱりそのちゃんと社員を雇ってっていう感じになるんですね。だから僕は、この拡張レベル2と3、まあ、この、 中間ぐらいで実はそのクライアントワークやめてるんですね。でなんでやめたかっていうと僕は組織があんましたくないなと思ったからです。他はあのマネジメントとか下手くそなので、あの社員とか増えたとしても、なんていうんですか、社員になんか仕事頼むの悪いなとか思ってなんか自分でやっちゃう派なので、だからまあやめたっていう感じですね。まあ、ただ、えっと今回見てる方には、えっと一番最初本当この拡張レベル1の場所だけでいいと思います。ここでできるだけで、あの例えば、じゃあ今会社員として、あの、なんだ、 月30万稼いでますみたいな。で、副業のブログで月5万稼げるようになりました。で、プラスで副業の SEO コンサルでなんか10万、20万で受注しました。 ってなった瞬間に、もう、本業の給与30万と、あと SEO コンサル、えっと、例えば10万、で、ブログ5万みたいな、もうなんかほぼ、なんていうんですか、年収倍増するわけじゃないですか。で、こういう感じで、あの、ビジネスっていうのを育てていくんですね。で、この思考を持ってると、まあ、かなり強いんじゃないかなっていう感じですね。なので、えっと、既存スキル拡張すると収入増えるので、ぜひっていう感じです。 はい。というわけでと、今回これぐらいにしようと思います。でもしよかったらあのコメントですね。書いていただけると嬉しいです。今回、こ今回というか今後ちょっとこういったあのスライド系の動画も増やそうかなって迷ってるのであの、ちょっとそのコメントの感想とか見ながら考えようと思っていますで。もしコメントめんどくさいんだったらあの、いいねボタンだけでもいいので、ぜひお願いします。というわけで、今回以上となります。さよなら。